がとうございます。こんにちは、中学3年生14歳の春菜です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今日はね、すごいちょっと曇りなんですけど、雨が降らなくてよかったです。ちょうどいい感じですね。暑くもなく寒くもなく感じで、はい、私この山陽フライ公園に一回出演させていただいたんですけど、その時は出演時間が午後だったので屋台があったんですけど、ステージ終わったら終了時間になっちゃって何も食べれなかったんですよ。だからちょっとさっき30分あったんでサンドイッチ食べてきたんですけど、思ったより多くって大きくってまだ半分残ってます。はい、ということで次の曲聴いてください。Wow.
4、5と続けてやらせていただくのですが、4曲目はかっこいい曲になっていて、5曲目は今日の衣装がこのロングワンピースで水色なんですけど、水色のロングワンピースにぴったりな曲なので、ダンスもぜひ注目してみてみてください。それでは次の曲聴いてください。
とうございます。はい、ここで告知をさせていただきます。10月の2日と9日に、まだイベントが入るかもなのでちょっとしっかりした告知じゃないんですけど、2日と9日にイベントが入るかもなので、皆さんよければぜひ来てみてください。詳しいことはツイッターにも載せているので、出たらツイッターに載ります。それではありがとうございました。はるなでした。